あ、じゃあ、そうだな、じゃあ次これ、そう、うん、たくさんの愛人を持つ玉木くんですが、実際のところ本命は誰ですか？愛人なんていないですけどね。ねえ、どういうこと？愛人、いや、愛人なんていないですけどね、全く。え、じゃ例えば誰だ、うん、例えば誰って言われてるの、玉木くんの愛人ってのは。織田信姫、夏井戸祭り、宝生魔人、しぐれうい、ノリプロの女全員、あ、まあルシアも入るかな、ノエルとか、あ、ねえ、勝てる要素ないその人たちに勝てる要素ない。いや、そんなことないよ、ね、そんなことないよ、もうルシアやだ。そんなことないよ。いや、もう ルシアがもう一番よ。ねえ、タマキ一番に好き。ルシアのこと、なんでルシア一番になるの。ルシアは一番だよ。一番にしてよ。うん、一番ですよ、もちろん。お母さんにも紹介してもらえないでな。コラーゲンも素敵なくてさ。なんでさ、どうやってルシアが。いやルシアさんが褒めるっしょごと、当然のごとく、まあ、ルシアがと可愛い、ルシアより君のマイクに歌ったのに、あー、ルシア、よし、ピ、ふー、水休憩でもするか。あちょっと水飲んだからもう一回行くわ。疲れてきた。嫌わないで、玉木くん静かにするから嫌わないで。ちょっとね、あの、うん、音量調整しただけ。ちょっと僕のね、ミスでね、ルシアの声がね、すごく大きく聞こえただけなんだよ。本当？全然うるさいとかそんなこと全くない。もっと静かにするから、